WBC 世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦、5度目の防衛戦のチャンピオンのもとに井上尚弥のデビュー6戦目、怪物とも言われてきた井上尚弥の挑戦がいよいよ始まります。軽量級の中ではすさまじい感じだと誇っているように言われているんですけれども、そうですね、特に相手を引きつけて打つ左フックに関してはですね、はい、あっと右です、これで抜きました、井上尚弥です、チャンピオン、あっと強打、消えた消えた、ストレートで、はい、あのダウンを取ってますので、これもそうだ、右のボディストレート、右フック、すごいですね、そうですね、ちょっとまあアドリアンもスロースターターのところありますので、はい、繰り返しは川島さん、もうこれチャンピオンです、はい、黒の乱れ打ちです、おっとタルトのダブル、第1ラウンドからこのコンビネーションの多彩さを見せます、タルト下がってますからね、このチャンピオンはプレスをかけて前に前にアタックしてくるスタイルのチャンピオンなんですが、今から井上尚弥がこのパンチのコンビバリエーション、ボディなんかいいですよね、効いてますよ、チャンピオンに嫌な印象を残していった立ち上がりの井上尚弥ですが、左フック右ストレート、右を打ち下ろしていきます、そして左からボディフックです、基本的にはヒットアンドアウェイスタイルを貫いていきたいと話をしていたんですが、第1ラウンドからパンチがよく出ています、しかもこれはアディセベを作っています、赤コーナーアドリアン・エルナンデス、メキシコ32戦29勝2敗1引き分け、わずか6戦でこの世界タイトル挑戦にたどり着いてきた井上尚弥、ボディストレートでした、村田さん、あそこからもう一気に攻勢になりましたかね、そうです、ただこれチャンピオンエルナンデスもですね、32戦して29勝という、まあ、ノックアウト勝ちもそのうちで10勝と、これ軽量級にしてみれば相当なハードパンチャーぶりの選手なんですけれども、それを上回る6戦目の左だ、そして右のボディストレート、はい、でそれに対してのもう対策もバッチリできてますから、あ、そうですか、もう井上のペースと言っていいと思います、井上はもうほとんど被弾してませんよね、左ボディを打つときにちょっとモーションが、ね、それも見えてる、見えてる、ボディストレートから左のボディへ、そして左のストレート、そしてコンビネーションもですね、これワンツースリー、さらにはさまざまなパンチが来ます、この左ボディだ、左ボディだ、プレススタイルのチャンピオンが下がっている、ワンツー打ち下ろしていく、あるいはあるいはちょっとチャンピオンからすればどうしていいかわからないというような形に川島さんなってるかもしれない、左も当たらない、左フックも当たらないという状況で、はい、左で出てきた井上のディフェンスも完璧じゃないでしょうかね、そうですね、特にボディが切りしまって今下にフェイントを入れると全部もう丸々じゃない、もう早くもこの第2ラウンドまで来たと思えるボクシング、ベルトを奪いにパンチを次から次へと見舞っています、全くもって文句ありませんという最高評価ですね、そうでしょうね、左ボディ、あ、左ボディのラブから右のフック、あのスパイ、あーっと右のボディストレートだ、これも効いたか、こうやって振ってくるとこのカウンター、はい、非常に手が捉えています、これの方が右から左、チャンピオンたまらず逃げる、素晴らしい力を見せているチャレンジャーの井上尚弥、第2ラウンド終了の5、2ラウンド目も完璧、フェイントかけられるともう防御一辺倒になりますからね、はい、これじゃあチャンピオンとしてはカウンターも打てないですし、はい、尚弥はもうこれチャンピオン体が丸まってるのは村田さん完全に効いてる証拠ですね、これね、完璧に効いてますね、はい、そしてロングアッパーをガードの隙間から1ラウンド2ラウンド、ラウンド3言ってましたね、そうですか、いやこれは強いというふうに、ここまでのボクシング接近戦は相手の方法なので避けたいと話をしていた井上陣営なんですが、近いとここでチャンピオンのその心を着実にへし折っていきます、それをさせてないわけです、右から左ボディ、これだ、そしてこれ井上尚弥ですけども強烈なパンチ力ができないのかもしれません、堀さん、チャンピオンサイドは、はい、もっとプレッシャーをかけ、はい、という、あ、右のストレート、ロングの右のストレート、右ストレート、今度はワンツーボディへ、上下左右相手の左もかわして、今度は左のダブルから右を打ち下ろしていく、チャンピオンサイドからはもっとプレスをかけていけないのかという話があります、出てるようです、これ村田さん かけられないんでしょうね、チャンピオンからは右ワンツースリーフォー、強烈いい展開ですね、はい、まだ今日がプロデビュー6戦目という井上尚弥、最速での世界チャンピオンという大記録を達成します、井上尚弥、ボディから最後は右フック、狙っているスペースです、おそらくこれは有効だと、しかしでしょう、そしてパンチが前に行く、左の目の上からだと思いますが出血があります、おそらく有効だと思いますけども ね、ドクターの今ジェスチャーを見る限りではしています、
リーストレス。第3ラウンド終了のゴンが鳴り響きましたが、ここまで左目の上をカットいたしました。この場合は右目のスパーリングを務める、ね、選手もいないでしょうがありました。そして今リングサイドでお母さんの美穂さん、さらにお姉さんの遥さん、この井上尚弥の出てきましたもんね。はい、確かにチャンピオン出てきました。このラウンドこれまでは出られなかったチャンピオンですが、この4ラウンドになって出てきて、さあこれがチャンピオンしましていく。ブロッキングでディフェンスですか、井上の。いや、完璧に全部ブロックしますよ。はい、一発も冷やしてませんね。心肺機能にやっぱり一番のストロングポイントなんですね。はい、しかし右から左のボクシングです。右のショートストレート、残りは1分30秒、第4ラウンドです。スコアリングシステム、一旦それまでのジャッジが公表されますが、そのコールを聞くまでもなく、左腹もガードしています。このまま止め打ち、小チャンピオンが圧倒されています。おー、右のストレートだ。ここはチャンピオンの右のストレート、ちょっと折れかかってますね。厳しいですかね。第4ラウンドが終了してフルマーク、3人のジャッジはいずれも40対36で井上尚弥としています。まあ、チャンピオンも勝負には来たいんですが、それをさせない井上尚弥。いや、しかしここは連打を出してきました。チャンピオンに力を込めてきます、チャンピオン。しかし、あ、角度を変えての左です、井上尚弥。強さというのは村田さん予想してましたか。予想してましたよ。ああ、そうですか。強烈なプレスをかけているこのチャンピオンのアドリアン・エルナンデスですが、井上の前にここまでは完封状態です。右の打ち下ろし、ブロックしてますね。はい、あんまりもらわない方がいいですよ。そうですか。左からリードショートストレート、ね、井上ですね。ここは誘い込むか、ポジションはあまり良くありません。これ受けてますが、これも後ろには下がります。今ちょっとアウトセットで一瞬左にもらいました。この試合初めて少し被弾気味になっていますが、今のもらい方は良くないですね。そうですか。ちょっと怖かったな。ちょっとした時に気が緩むところがあるという話をしていましたが、しかしここは右の打ち下ろしていきます。拳を叩きつけていく井上。このラウンドになってちょっと井上が下がりますけども、これは松田さんどう見ればいいんでしょう。そうですね、不要に動かしてダメですよ。はい、このラウンドは少しもらうシーンも井上尚弥があります。チャンピオンの左の目からの出血で井上もだいぶ返り血を浴びています。足を使って左を出してきます。そしてワンツーだ。汗がはじけ飛ぶ。レアワンツーだ。強烈なワンツーを最後に見舞いました。しかしではありますが、チャンピオンも意地を見せています。まあ、このラウンド初めてチャンピオンにポイントを振っているジャッジもいるかもしれないですね。そうですか。さあ、第6ラウンドを迎えます。井上尚弥、世界タイトル初挑戦、デビュー、その大舞台にも臆することなくチャンピオンを圧倒しています。右のダブルストレート、井上のこの強さというのは村田さん、なんでしょうね。やっぱりね、はい、なんですよ。ああ、トミーのスクラブ、思い切り、うん、はい、カウンターを怖がらずに思い切って振るんですよ。裏目に出ることがあるんですよ。今ちょっと危ないタイミングがあったんで、しっかり自分の距離を守って戦ってほしいです、はい、このラウンドもちょっと小らしい感じですね。接近戦は相手の土俵だと思うと話をしていた井上ですが、その接近戦でも内側の運動からちょっと被弾するところもあります。井上倒したいと思いもあるでしょうか。はい、どうぞ。皆さん、チャレンジャーズ、ウォーカーバルカにですね、はい、マッサージ、そしてアイシングをして、はい、送り出していきました。こういう、あ、左が大きいんですよ。そうなんですね。まあ、そのあたりでちょっと水分が足りなくなったりとかすると、はい、そういう状況になりますので、この戦いです。井上尚弥、もう減量前の体と減量後の体ではもう二回りすぎませんが、その分長丁場になってきた時の試合のコントロール、ガードの上からですけども、はい、今までにもらったことないパンチ力ですね。なるほど、はい、今まではないです。はい、こういう感じなんですね。井上翔太打ち勝っている。右の服、右の服、こめかみを捉えている。逃げ、チャンピオン下がる。左を差します井上尚弥、負荷を言わせずに。井上尚弥チャンピオン。
井上